せ。どうも皆さんこんにちは。実は全エクストラ習得悪魔の作成にどえらい時間がかかっておりまして、このままでは動画の更新が来年になりそうでしたので、途中までですが作成の様子を皆さんにお届けしようとこの動画を作りました。この動画ではメイン画面にクッキーを、右枠にひたすら合体シーンを流します。この動画は30分程度続きますので、そんなのは困る、僕はとっても忙しいんだという方は精神修行の一環として我慢してご視聴ください。まあまあしゃあないから見てやるよという方は引き続きよろしくお願いいたします。では右枠に合体シーンをドン。あれ、クッキーの音声はと思われる方もいらっしゃいますでしょうが、前回の続きからちゃんと流しますのでご安心くださいませ。ちなみに九段の悪魔は前回エクストラ8つ習得で終わっておりました。今回いくつまで習得できたのかは動画の最後に発表します。お楽しみに。ちなみに合体シーンの方で何度も同じ悪魔が出てきますが、編集ミスではありません。全部必要なので作ってます。何が何体出てきたか数えてみてね。あ、今回は本当に合体シーンだけで、ストーリーは1ミリも進んでません。ストーリーが気になる方は前のシリーズを見てね。では、クッキーを楽しんでいただくために合体シーンの音は消しますね。合体シーン繋げただけで30分だから、現実の時間はどれだけ浪費したのか。でもまだ完成したわけじゃないからね。次の動画の更新も超気長にお待ちください。そろそろ前回の続きですね。はい、用意スタート。もらったかしら。ああ、私もあげたけどお返しないわね。ギリだけど、ああ忘れてた。わっ、ちょっとマリサ、ホワイトデーごめん忘れてた。そこでダーリス悪いが、もう少しだけ追加で待っててくれないか。待っていたら多分マリサさんの素敵なプレゼントが先着1名様に漏れなく配られることになるはずだ。多分先着1名私にはないのね。霊夢はたくましく生きていてくれ。ちょっと待て。では諸君さらばだ。恋する乙女のパワーはすごいわね。え？恋なんてそんな。もう霊夢ったら。バカー。はいはい、ごちそうさまでした。お粗末さまでしたペコリ。ああ、でもマリサがお返しを忘れてたとはねー。いいのよそんなこと。私はマリサと一緒にいるだけで幸せを感じられるんだから。はいはい、ごちそうさま。お粗末さまでしたペコリ。霊夢、客かー？アリスよ。スイカ、こんにちは。よかったらこれどう？イカスミ焼き？お菓子よ。この酒飲みが。はい、スイカ欲しい。あ。まい。お菓子だからね。はい、霊夢も。え？わ。ちょ。ハグ？美味しい。じゃあ、アリスにも。食え。ハグー。うんぐ。じゃあ、霊夢にもう一回。ニヤニヤ。私も食べさせる。お前ら。すいません、この編集とっても手間がかかるんで元の音声に戻します。すいません、許してください。何でもしますから。あたい！そうなのか。隣の垣根に囲いができたんですって。へえ。お仕事の最中におしゃべりとは
随分と大層なご身分ね。あ、どうも。さ、サクヤさん。いや、その、ですね、そう、門の中には侵入させていません。そう、仕事は全うしているというわけね。侵入されてしまいました。よう、パチリ、遊びに来たぜ。あなたはいい加減ドアから入るってことを覚えなさい。それで今日は本を借りに来たんだ。いやー、持ってかないで。大丈夫、ちょっと借りるだけだ。借りる？盗むの間違いじゃない？いや、返す気はある。気だけでは帰ってこないわ。気持ちだけでも受け取ってくれ。物をよこせ。現金だな、パチュリーは。うわ、マリサ、また泥棒に来たの？よう、サクヤ、今日も素敵な手品をありがとう。あなたは相変わらず想像しいわね。パチュリー様、またマリサさんがやらかしたんですか？その言い方だと漏らしたみたいね。私は子猫じゃないぜ。それは大変失礼しました。じゃなくて、マリサさん、いい加減壁を突き破ってくるのやめてくださいよ。そうだ、昨夜、後で厨房貸してくれないか？って、マリサさん全然私の話聞いてないし、私いじけちゃうし。何か作るのかしら。貸すのはいいけど、さすがに厨房は後で返してね。ああ、あれは私のポケットにはちょっと大きすぎるからな。ああ、本をでかくすれば盗まれない？そういう問題ではありません。で、アリスかしら？いやー、まあ、そう、アリスに美味しいお菓子をプレゼントしようと。あら、あなたにも可愛いとこあるのね。可愛いの？うん、照れるぜ。私も作ろうかな。お嬢様にでしょうか？さて、誰のでしょうね。というわけで、一緒に作りましょうね、マリサ。いいよ、一人でできるって。あなただけだと料理ができても厨房が大惨事になりそうだから。うん、まさにおして知るべしね。私もご一緒してよろしいですか？パチュリー様に？え、はい。小悪魔のお菓子は好きよ。優しい味がするから。はい、精一杯頑張らせていただきます。厨房には女3人でかしましってやつだな。マリサ、あなた意味を分かって言ってるの？知らん。威張るな。で、マリサは何を作りたいの？そうな、このクレープマリエットってやつにしようかな。あんたね、お菓子作り初心者がそんなに難しいの作ろうとしたらどうなるかわかる？そんなもんか。じゃあこのクッキーは？チョコクッキー。へえ、プレーンクッキーにチョコソースをつけるのですか。ああ、チョコで顔とか描いたりな。あ、
それ面白そうですね。そうね、それくらいが妥当かしら。あら？ん？どうした？おかしいわね。どれどれ？ああ、これはこれは。だからどうしたんだよ。あ、チョコがない。卵もなくて。作れない。ああ、あら、サニードロって珍しい。あ、お嬢様。いえ、実はクッキーを作ろうとしたら材料がなくて困ってたんですよ。まったく、品揃えの少なさにびっくりだぜ。マリサさん、うちはお菓子材料の店ではありませんよ。ああ、材料がないっていうのは私とフランで使ったからないのよ。え？お嬢様が料理をされるのですか？私じゃなくて、フランがどうしても作りたいって言うから。私は現場責任者としていただけよ。それでできたものは？ないわ。つまり具を生み出したわけだな。マリサさん、深いですね。深くはなくて浅いわよ。結局散らかして片付けて終わりよ。遊んでぽいか。もう食べ物を粗末にしないでください。フランに言って。はあ、しょうがないわね。どうする？材料がないとクッキーが作れないぜ。そうですね。よし、マリサ、材料の調達をしてきて。待て、サクヤ、お前も一緒に来い。私は適任ではないわ。なぜ私だけなんだ？魔導シーフだから。お前も盗んでただろ。ロケットを作るのにうちに忍び込んでハッキョロを取ろうと。得意の手品を使うなら私より適任だ。逃げ足で言えばマリサの方が最速で適任よ。あの、盗むの前提なんですね。払ったら負けだ。たまには負けましょうよ。うん、私も同行しましょう。どうした？あなたの負ける姿が見たい。私は負けない。それは結局盗むということじゃないですか。あら、マリサとサクヤ？こんにちは、アリス。あれ、レイムのとこにいたんじゃないのか？誰とも酔って寝ちゃったから。なんで緑茶飲んでて酔っ払うんだ？スイカがいたから。なるほど、飲んだのか。二人はお菓子の材料買いに来たの？そうだが、ここはアリスのよく来る店か？そうよ、大抵のものが揃うからね。そうなのか。何かまずいの？美味しいものを作ろうとしているが、ちょっとまずいな。まずいのはダメね。アリスには今まで食べたことのない味を堪能してもらいたいんだ。なるほど、ここのお店の味はアリスは知ってるわけね。店の味って材料屋だけど。全部じゃなくてもどれか一つでも奇抜な材料があればいいんじゃない？その奇抜な食材を食べるのは私なんだけど。あ、そうだ。どうしたの？卵もなかったよな。そうね、買ったのではなく
産みたてなんかどうだ。誰が産むの。マリサが産むの。私は鳥ではない。だが鳥の知り合いはいる。よすずめね。食材の出所は知っときたいから私もついてく。待てー。おとなしく卵を産んでくれれば被害は加えないわ。無理無理無理、産めない。というか被害すでに加えてるじゃないか。そこまかと。えい、マスタースパーク。あら、面白い花火をあげる輩がいると思ったら懐かしい顔ね。な、ユカ。マリさん、どうやら厄介なところに紛れ込んだよね。お久しぶり、マリさん。ところで、あれが何か説明してくれない。昨夜、ハリス。わかった。みんな、忍者しないで。どうしたの？答えられないの？なら、答えられるようにしてあげるわ。昨夜。はい、金なし手品でございます。クロックコイフマスタースパーク。あら、外れよ。お返し、マスタースパーク。ハリサあれ、ここ？マリさん？気づかれたんですか？おはよう、マリサ。ユーカは？花畑を荒らしたのは私たちです。ごめんなさい。と言ったら許してくれたわ。そうか。うん、よし。次は勝とうぜ。何気にタッグを組もうとしないで。そうよ、もう危ないからやらないでね。そうですよ、もしリベンジするにしても私は巻き込まないでくださいね。お前には100年早い。ひど。アリス、そうだな、自重するよ。うん。それではお菓子作りを始めましょうか。そうですね。というわけで、プレゼントされる人は出てってください。はい。あ、出ていく前にこれを。これはどうしたんだ。気絶したあなたを連れ帰る途中で蓬莱人に会ったの。エリン？そう、卵を探してるって事情を話したら恵んでくれたのよ。エイリンさんの卵？大丈夫ですか？地獄のカラスの卵インびっくりセットだって。びっくり。危険そうな。なんでも、ここ中1個が外れだって。怖っ。外れはどうなるんだ。割ってみてからのお楽しみね。マリスさん、お湯ください。あ、この後混ぜるのか。混ぜないでください。バターを湯煎するんです。天ぷらじゃないんだから。クッキーの天ぷら。気持ち悪いです。じゃあ私はチョコを溶かしておくわ。マリサ、こっちにもお湯。よっしゃ。だからお湯を入れるな。では
卵を入れます。ドッキドッキ。ごっくり。ここは思い切って、へい。からしの霧？ひどいぜ。いやー、目が。では気を取り直して他の卵を入れます。それは大丈夫なのか？味見したら？怖くてできません。何を？顔に何かついてる？なんでもない。理想が見えた気が。お湯はいらんか？もういりません。ケチ。マリさん、オーブンの用意。おう。さて、うれし恥ずかしい、チョコラスガキタイム。おお。さて、何を書こうか。オーソドックスに愛の言葉とかどう？君の瞳に映る私が美しいというやつですね。ただのナルシストね。好きだよ。私は顔を書くわ。私もパチリ様を描く。あ、それなら私もアリスだ。そういえばチョコで描いても固められなかったらベタベタのままですよね。時を止めて凍結する？そしたら破壊不可能なクッキーになるぞ。高度10以上の難攻不落のクッキーですか？それではやばいのでこれを使う。マリサ、あたいは何をするんだ？なるほど。冷えたら美味しそうですね。よっしゃ、完成だぜ。うん、上出来。マリサさん、おめでとうございます。騒がしいと思ったらやっと完成したようね。あ、パチュリー様、そうです、できたんです。だからこれを。わ、私の顔？そうです。うまく描けてるわね。ありがとうございます。あ、うん、美味しいわよ、コアクマ。食べても大丈夫みたいね。これで安心だぜ。何やら不安な会話が。パチリ、アリスはまだ図書館か？あー、少しずらすのもいいかもね。って、白霊神社に行ったの？逃げたのかしら。食べても大丈夫だって伝えないと。そうだな、行ってくる。いろいろありがとな。本は大事に扱って。返すなんて珍しいです。感謝の気持ちですかね。もう料理する気がないだけかも。爆発したり死にかけたり。危険ね。普通料理で命に危機は訪れません。そこをどけ！ふにゃ？いってってって、どけって言ったろうぞ。いたたたた、どけと言われてどくやつがあるか。普通はどくぞ。
知らない。何なんだ。え、あ、来たみたいね。アリス、おや、どうかしたの。これハートが見事にバレてるわね。ごめんな、こんなプレゼントで。ハート型頑張ったんだけどね。ハートのクッキーをアリスに食べさせたかった。マリサ、マリサ、ん、これ持って。あ、ああ、それとこれね、こうして合わせると。23個でした。この動画は。